農家、えー、と農編集でお送りしてます「1分間委託く」えー「情今日も情熱かさんさんのチャンネルの虎川からの「 このユンクとなります、えー、私も経済オンチなかなかあ理解ができませんけど、えー、ジョネスト・ドラムですかね、ゲストに吉田さんを迎えての、えー、フライデーですかね、まあ、経済についていろいろとこの、えー、ちょっと方の非常をお、まああおもろお、まあ、ちょっとおリラックスして、そし,そして経済学みたいなあ大学の授業を受けているような講義のつもりで、ちょっと <laughs> ながら族で聞いていますけど、 ええー、楽しい、えー、おしゃべり会話ですね。はい、えー。プレミアム配信ですね。えー、ジョネツカサチャンネルのニュースのトラガオから、えープレ、プレミア配信、えー、コアコア、えー、CPI3.8%、マイナス金利解除をしなくてよかったあ。ダイアツ、ホンダ、どうした。公開当選簿でエジプトをあ二2023年の12月9日、あ午前8時のゾネストラム。うん ダムフライデーですね。まあ楽しい経済、えーえーまあ、経済のお勉強みたいな感じで、えー、まあ最近の、まあ2、3日前ですね、あのダイアツの不正が、その認証の、で、ああもう、もう捜査が入ってますね。ちょっともう、うん、ダイアツのその企業風土じゃないですけども、ありえないことですね。もうアウト ですねえー、それとまあホンダもリコールが多いということでこれ伝装かな伝装の感じでそういう部品に、えーえー、北米でもリコールですね、えーまあ、不具合があったということで、えーまあ、日本の経済は、まあ、徐々に、えー、上向いてるからここを見たらそういうことで、えー、また風車で。 ええー、国海のその船舶に対するそのそういう攻撃があってええー、そのコンテナのが輸送がスエズ運河を通るのがああだいぶその迂回をするようになったことでこの,この この通行量ですね。スウェーズ運河の通行量で、エジプトの、ーまあ5、5%かな。GTP の5%ということで、だいぶエジプトも打撃があるということで、えー、もうやめてくれということで、風車にちょっと圧力というか、話し合いを持ちかけてるみたいですね。そういう風車による、この、 運航海を通る船に対する攻撃によって、えー、このコンテナが回収す,するようになってそのお交通量ので、えー、エジプトの GDPDB の5%を占めるその お金がですね、えー、もう入ってこないということで、えー、だいぶエジプトも,もう怒っているということで、風車にどうにかしてくれということで、もうやめてくれということでですね、そういうことで、まあいろいろその経済、えーまあ、インフレということで、えー、このイスラエル情勢がどうなるかあによってまた経済がどうなるかということで、いろいろこの お勉強ですね。えー、戦前とか100年前の金本位制と、今は、私もニクソンショックでしたけど、えー、沖縄復帰したのが1972年ですね、5月15日、えー、それまでが、金本位制でアメリカが、 そのアメリカンドル1ドル360円でしたですね。ええ、交換した月は300前後あったですね。本当に残念ですけど、そのニクソンショックがあって1ドル360円じゃなくて300円レートが今でもその時のレートお父さんが父親が書いてそれまでドルを使ってましたので、私が1960年生まれの復帰が1972年の5月15日ですので、それまでその期間がありました。 ましたけど両替ですね、えー、ドルからあ円に換えるのにそういう経験をしたあ本当に、えー、とのどドル金本性ですねニクソン側ソがあってその今はカオ為替相ですね、えー、ドルが相場制になってますねそういうことで経済、えー、なかなかそのお経済学じゃないですか経営と経済学が違うということでなかなかそういう 勉強になりますけどまだいまいち言葉で、えーえー、理解した文を発信することできないですねその経済学経営ですね経済そういう今あーデフロー 脱出,つ脱,出脱出したというそういう、えー、下,下を下から浅いインフレになると上から押さえて、ー、デフレが下になると下から支えていうことでそういう、まあ、基本的な経緯になりますけど、えー、ジョネス・ダ,ダ,ダムこのいろいろと世界情勢、えーまあ、<laughs> 経済の勉強になりますね。はいえー ジョネツカサチャンネルのニュースのトラガオからプレ,ミアムプレミア配信で、えー、コアコア GPI3.8% ということで、えー、マナス金利解除しなくてよかったあダイハツホンダ同志だ公開当選簿エジプト激おこその他ということで、えー、楽しく配信させていただきましたあ経済の勉強になりますマス、えーま、後とのこのー YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします次回の ま、うん、いいま次回の1分間の時でお会いいたしましょう。ま、スターでした。終焉です。パジャンプリズシャロム、シャロム、シャロム。